さんこんにちは。東京オートサロン楽しんでいらっしゃいますでしょうか。さあこの時間ですね、レカロブースお集まりいただきましてありがとうございます。本日のレカロブース最後のステージトークショーになります。スペシャルなゲストをお迎えしております。はい、たくさんの方がね集まってくださっています。ありがとうございます。さあそれではもう皆さん待ちきれないと思いますので、もう早速呼んじゃいたいと思います。準備も大丈夫ですね。はい、それではご紹介させていただきます。レカロトークショー、まずはこの方です。脇坂純一選手、大きな拍手をお願いいたします。脇坂選手来てくださいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてもう一方、佐々木浩太選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではお座りいただいて、はい、失礼します。はい、よろしくお願いします。脇坂選手、はい、焼けてませんか、冬ですけど。あの太陽がですね、じゃれてきまして。いやいや、どういうこと、じゃれるな、言ってやるんですけど。どういうことですか。ちょっとあのグアムにですね、若手を連れてトレーニングキャンプ、毎年1月はですね、はい、オートサロンまでの間で、現役の時はオートサロンに3日間帰ってきて、そのまままたグアムに行って、1月はほとんどグアムに行って。そうなんですか。はい、あのゴルファー、ボクサー、野球選手、サッカー選手、いろんな方々と自主トレをやってて、もう僕現役引退してるんですけど、はい、あのレーシングドライバーの若手が行くんで、はい、まあ、彼らが他のアスリートに対してこうなんですかね、失礼がないようにとか、うんうん、あとまあ自分の経験伝えられる部分もありますので、まあ、あの僕の環境なんですよ。だからまあそこに1月は行ってるという、はい、いやすごい、ね、木曜日の夜に帰ってきて、あ、そうですね、そのままじゃオートサロンみたいな感じですね、はいはい、うわー、あの佐々木選手もちょっと焼けてません？はい、僕もあの正月あの家のベランダで、はい、サラダ油を体に塗りかけて、いやいやいや、あの一生懸命太陽を探しながら、はい、火をこう浴びてた。トレーニングですかそれは。はいはい、あ、そうなんですか。まあベランダっつってももう本当にこのぐらいしかないんですけど、はい、なんかなぜか皆さん焼けてらっしゃるみたいな。そうですね、僕は土方焼けなんですよ。はい、裸にはなれない、あのすごいかっこ悪い日焼けなんですけど。焼け方ですか。ジュイさんも多分裸になっても大丈夫。あ、でも僕靴脱いで靴下脱いでも靴下履いてます。じゃあそこはもう真っ白みたいな。はい、もう靴下、ここまでの靴下を履いてやっぱ走りますから。そうなんです。そういった意味ではね、はい、はい、ありがとうございます。はい、さあまずあのいつもですねレカロのトークショーここまでは、はい、まずあの来てくださったドライバーの皆さんのですねご紹介をさせていただいてるんですが、はい、レカロさんの方からですね、まあ、紹介文をこう綴っていただいて私ご紹介させていただいてるんですが、うん、脇坂選手にはこれは必要ないでしょうということで、はい、割愛させていただくんですが、はい、どうぞ。ただ一つだけですねレカロの方から言わせていただきたいと、うん、はい、いただいております。昨年レカロがレカロレーシングチームを立ち上げまして、はい、十分な準備期間もないまま、はい、トヨタガズー 86BRZ レースを戦い続けました。レカロレーシングチームは脇坂純一に守られ、脇坂純一の背中を見ながらレース結果はさておき、さておき、はい、チーム初年度とにかくやりきった、やりきれました、はい、ただもっともっと強くなりたい、強いレースをしてみたいと、そう感じさせてくれました、はい、それがレカロレーシングチームのプロデューサー脇坂純一から学んだことです。脇坂選手ありがとうございます。いやいや、というね、もったいない言葉、どうもありがとうございます。いや、もう皆さんからも拍手ありがとうございます。ありがとうございます。もう脇坂選手の時はこの思いを綴ってくれと、はい、はい、ありがたい環境ですね。ね、はい、はい、あの僕からしたらレカロはやっぱりレカロなんですね。あの僕はもう長年レクラスさんとずっとお付き合いがあるんですけれども、やっぱりレカロさんに求めるものはやっぱり安心安全と、あともうそのブランド力なんです、はい、で、あのまあ皆さんね、当たり前にね、今もうシートベルト、あの僕の親父ぐらいの頃、車運転するのにシートベルトなんてね、あのルールになかったからシートベルトせずに運転する人いましたですけど、今シートベルトなんて当たり前でしょ。今シートベルトせずに車の運転するの怖ないです？今となりゃもう怖いでしょ。あの切り替えの時なんてシートベルトなんてめんどくさいなってみんな、ね、お父さん思ってましたよね。でも今なんかシートベルトせずに走ってたらそわそわしますからね。でそのシートベルトに守られるんですけど、
シートがちゃんとしてなかったらシートベルト機能すると思います？だから僕はスーパー GT で一番最初エストウルトラフロースープラの時のレカロさんと出会ってレカロさんとの付き合いが始まったんですけれども、僕がレカロを選んだ理由は、僕が運転を失敗しても車が壊れてもどっかにぶつかってもレカロのシートが僕を守ってくれるって思ったことなんですよ、はい、ですからそんなねレカロさんにそういうふうに言っていただけるとねものすごくありがたいですし、まあ、この86レーシングにしてもレカロがこれスタートしましたですけど、これはやっぱりもうレカロの固くなな頑固なまでの商品作り、はい、それをですねあのレースの舞台、普段の一般行動よりもレースの舞台の方が車に対する負担もでかくなりますから、そこでねやっぱりレースをされるところを選ばれたところもやっぱりレカロが本物たるゆえなのかなと思って、はい、僕は何かしたわけじゃなく、これはもうレカロが持ってる DNA がこのチームを作ったのかなとは思ってます。ありがとうございます。その言葉に対する僕からのお返しでございます。 ありがとうございます、はい、本当にね、はい、もう今なんかレカロのスタッフさんもみんなめちゃめちゃ嬉しそうですけどありがとうございます、はい、はい。そう今の脇坂選手からお話にもありましたレカロレーシングチームなんですが2年目を今年迎えます。そして佐々木浩太選手に来ていただきました。あの昨年もですねレカロレーシングチームのドライバーとして1年間戦い続けてくださいましたけれども、はい、あのチームを作っていくということ、車を作っていくということ、そしてレカロがこの活動を通じてやらなければならないこと全部を一度にゼロからスタートして、佐々木選手に対して特に序盤はチームとして十分な準備を用意することができませんでしたと、そんなこともね、いやいや全然準備はすごいしてくれたと思います。マーケの、まあ、方がいらっしゃるんですけど、本当にその何でしょう、本来であればシートを売ることが仕事なのに、やっぱこのレーシングチームを作るためにすごいもう四方八方走り回ってくれて、やっぱりその僕たちがちょっとでもいい環境でレースができるように、それからまあそのドライバーだけのことじゃなくてメカニックのことも踏まえで、その中でいかにそのまあシート RMS の良さをみんなに伝えていくか、開発のデータを取ったりって、もう本当に全てをやってくれてるのを見て、いや本当に ありがたいなと。で僕もこういうチームの本当にそのレカロレーシングチームでね、世界で、まあ、初めて発足したんですけど、まあ、そこのドライバーに選んでもらえて、まあ、本当に良かったなと思ってます。で、まあ、やっぱり獣医師さんがアドバイザーとしてね入ってくれて、僕らもその後ろを見ながら、まあ、僕はまず何を真似できるかと思った時に、まず僕もパーマかけようと思ってそこですか、はい、まあ、それかちょっとかけすぎましたけど、いや、まあ、そうかけすぎた感じはね、大体獣医さんも大体ブログ見てると大体かけすぎてるんですよそうなんです。俺もやっぱちょっとかけすぎた方がいいかなと、やっぱりね真似するっていうことは、まあ、大事ですよね、大切なんで、ね、やっぱ成功してる人の真似をするってことはやっぱりもう一番楽だし、いやいや、ただね僕の真似をする云々は正解かどうかは分かりませんなるほど、はい、そうだった。だから日焼けもちょっと頑張ろう。あ、それももしや、はい、まあ、僕は日本ですけどね、はい、場所は違うけど、はいはい、いやいやいや、はい、いやでもね、はい、本当にあの佐々木選手もですねこの2年目となりますレカロレーシングチームでドライバーを務めていただきます。はい、はい、まあ、ベテランですからね、もうコーターはいろんなカテゴリー走ってますし、はい、まあ、いろんな意味でそこでね、まあ、レカロレーシングチームってレーシングチームなんですけど、はい、成績をね求めてるんじゃなく、本当に皆さんが座ってね、いいと思っていただけるシートで、もし何かあった時に本当に皆さんの身を守るシート、これを作るのがですね、うん、彼らの役割なんですけど、僕はねプロデューサーやらせていただきながら自分でねアストモータースポーツというチームでね自分でまた別の86を走らせてるんですけど、僕なんかがもう本当にタイムにこだわってる中、コータはねそのタイムにこだわりたい部分もあるんですけど、うん、それ以上にシート開発、はい、アングルを変えたり、シートを特化引き換えやりながら、うん、いろんなシチュエーションをテストしているのを見てね、やっぱりものづくりってこうであるべきかなっていうのを、うん、まあ、その辺がねやっぱりルーキー乗せるのとこういうベテラン乗せるのと違うので、はい、そういった意味では安心して任せられる存在だったんで、まあ、良かったかなと思います。はい、いかがですか佐々木選手。いや本当に僕もいろいろ勉強だと思っていろんな経験をさせてもらいましたし、やっぱりちょっとでもそういうデータを皆さんに返したいっていうのと、あとここに置いてある車は実はうちのチームの、まあ、お客、いわゆるお客さんが乗られてるんですね。まあ、コータが教えてる。そうなんですよね。そうですよね、はい、でもこの人もその実際にその RMS をつけたら
タイムは上がるわ、ブレーキ動力は強く踏めるようになるわ、うん、いいことづくめだったんですよ。だからそういう意味では僕らじゃないそういう、まあ、言い方悪いですけど素人の方でもそういうふうな効果がすごく出てたので、うん、まあ、そういうこともこうなんだろう、僕らはこうチームとしていろいろデータとして、まあ、蓄積しながら、はい、まあ、去年は1年間やってきたんで、まあ、今年はねちょっとあのチーム体制も変わったので少しはあの結果も望めるように頑張っていかないと言い訳するとこもなくなってくるので、はい、もっと獣医さんのお尻を見れるように頑張りたいなと思ってます。お尻を見れるように、はい、お尻は見るのは結構ですけど抜いていくのはやめてくださいそこはダメですか、はい、あのすごいオーラが出てるんで僕あのやめてっていう、モテキの後ろでついた時に、そうなんですか、すごいこうオーラを感じて、あ、みんなこのオーラにあのあれでしょ、横に並んできた時に窓から手出たでしょ、やめなさいよくね昔はそういうのは、ね、あったりね大先輩方がね待てとかね、はい、ありましたですけど、手出さなくてももうなんかそういうのを伝わってくるんで、はい、できれば最初から前にいたいですよね。だから予選でこの人の後ろに行ったらあかんっていう人はいましたあ、そうなんですかできるだけ前で逃げたいっていう人ね、そういう人に言ってましたですけど、はい、どなたかはちょっと聞けないだろうなと思いますけど、はい、はい、今年ですね2年目となりますレカロレーシング、佐々木選手の他にもですね井口拓人選手、はいはい、そうたるメンバーになってきましたですね。そうなんですよ、はいはいね、そして田中選手とあと小暮選手が開発ドライバーに入ってくださいますので、はい、まあ、去年途中ね小暮選手があのシート開発の現場でね乗って、はい、いろいろなこうコメントがね出てきてね、皆さん小暮選手知ってますか。知ってますよね、はい、後ろから正面衝突というドライバーなんですけどあのコメントで接触した時にですねなかなかですねもう本当にあの超越したドライバーですね、表現方法はユニークなんですけど本当にね人がちょっとこう限界を超えると感じられないスピード領域でもね、うん、あの的確に感じてくるドライバーでして、はい、まあ、その辺がねレカロさんとマッチしたのかなと思って楽しみなんですけど、やっぱりねその人間もそうですけど見た目と実際の性能でこれ変わりますね。例えば今最前列の方 RMS の座っておられますけどゴツゴツしてます、どうですか。例えばそこで寝ろって言われたら寝れるでしょ。でもそのシートリクライニングしませんよ。ましてやねその後ろ後方座席におられる方々はあのスポンジもあってねふわふわしてるような感じでなんかいい感じでしょ。2列目の方、1列目の方の後ろ姿見て どんな感じ得られてます。えらいゴツゴツしたシートに座られてて、ね、ストロングでって思っておられるでしょ、うん、騙されたと思って後で前の席の方を無理やりのけて無理やりですか、座っていただいたらああ脇坂淳一こんなこと言ってたなっていうのは分かっていただけると思います。いいシートっていうのはですね見た目ストロングでも、ね、座り心地がものすごくマイルドであと疲れない。これねレカロさんにちょっとねいつも提案してるんですけど、はい、名前がちょっとレカロさんチックじゃないからだいたい却下されるんですけど、はい、シートの名前をねこれ RMS でしょ、はい、治療院って名前の治療院シートをね発売しませんか言ってねよく言うんですけど治療院って名前がどうもレカロブランドには良くないらしくダメですかねやっぱり、まあ、ちょっとこのイメージからすると全く合わないですよねどこにもあの日本語ないんでねないですか、はい、治療院ダメですかね感じないんでねあのね皆さん腰痛とかありますかね。これはねほとんどがね生活習慣病です。皆さんの、うん、例えば皆さんが座られる椅子の右側にトイ、ね、テレビがあってずっとそこで、ね、家にいる時があったらずっと右にテレビ見ますわ ね右にテレビ見るのに困難して見る人います。こうなるんです、右肩下がるんです。あそしたらそういう姿勢になってくるんです。例えば皆さんが働いておられる時、ね、タクシーの運転手やバスの運転手ずっとシートを座れますわね。そのシートに合った体になってくるんです。でそれが歪みを生じさせていわゆる生活習慣病から腰痛になったり肩が痛いとかいろいろ出てくるんです。でも優秀なシートってそういうのをきちっと、ね、修正するんです。そしたらいいシートで長時間運転してたら腰痛も治るんです。これ実際治るんです、うん、
そしたらレカルさんにシートがいいからね、治療院って名前で、ね、売り出しませんか言ったら、大体ね門前払いをダメですか食らいます、だから座ってられるでしょ、ずっとね座ってられますよ ね、ちょっと実験したいんで、この後10時間ぐらいちょっとそのまま座り続けていただいて、いやいやレポートを書いていただいて提出いただきたいなと。でもこうとは思わない？いやそうなんですよ、僕さっきもちらっと話したんですけど、うん、僕ヘルニアの手術してるんですよ実は、はいはい、でやっぱりその後にそのやっぱりレカロさんのシートに出会ってから、やっぱり腰に対してすごい気をやっぱり使ってるんで、そういう意味ではレカロのシート座るようになってから腰痛ってやっぱりそれから出なくなってるんですよ、うん、だから僕も本当に治療院で名前進めたいです。ぜひ。本当ですか？絶対あかんね。これはもう絶対あかんかった。あかん。ダメです。例えばあれですよ。レストランありますよね。うん、レストランでね、お客様の回転を上げたいところの椅子にものすごく座り心地のいい椅子を用意すると思います？うん、ね、もうすぐ立ちたいような椅子。いやこれはもう椅子を考えてるそういうね大先生いるんですよ。だからそういう本当にはね、お金をかけてレストランをプロデュースしたりなんやかんすると、お客様にゆっくりくつろいでいただきながらプロデュースしたいところにはそういうシートになりますから。だから車だってそうなんですよ。例えばあの車乗りたいと、あの車乗りたいけどあの車の腰に乗るとね腰が痛くなるとかね、なんかちょっといずいなとかってあればシートを変えていただいたら、皆さんの好きな車に自分の乗り心地で乗れるようになるんです。でそれを気づき、それを知り出すともうやめられなくなるんですね。そうなんですよ。だから、うん、レカロシート意外に人気あるのって、うん、トラックなんですよ、トラックにレカロシート長距離運転、ね、そう長距離がすっごい楽になるんです。だから結構僕らレース関係者のトラックはみんなレカロシートつけてますし、うん、ハイエースもみんなレカロ、そういうのなんかいらなさそうじゃないですか、うん、でもそういうとこ一番やっぱり長距離乗るんで楽なんですよ、うん、このシートは多分僕ら早く立たす際だからこんな、うん、チャッチなシートになってる。あいつもう喋り出したら止まらへんから、ジュイさん長いもう早くもう帰れ。ちょっと一個だけ確認していい？こんな話してて大丈夫ですか？ごめんなさいね、打ち合わせもせんと急に入ってきていきなり好き勝手喋って。自由には脇坂選手の時はお話しくださいというふうに指示が。いいですか？一応台本とかないですか？でもほとんど質問書かれてないです。あそうです。それだって1枚しかないんですよ。そうなんですよ。じゃあよかったです。これたったの1枚だけなんです。あ、はい、あそうですか、よかったです。いやでもできればやっぱりですね、ね、シートのこともすごくお話しくださってるんですけど、レカロレーシングチームについても、まあ、どういうふうに2年目やってったらいいのかなみたいなのもお話教えていただけたらなっていう、まあ、僕が考えるのはやっぱ86レースで参加型モータースポーツだと思います、はい、例えばこれ本当に免許取ってね、ご自身の車 で、まあ、レースに出るのに何個か決まってるのかな、ロールバーを組んだりとかそういうことだよね、コータ、はい、まあ、決まってるんですけど、そういうふうにしてこれナンバー付きの車なんで、このままサーキットに行ってこのままレース出てこのまま帰ることもできるんです。だからレースなんでね、車がルールに沿ってるかどうかやるのに車検っていうのがあるんですけど、車検出てでレース終わるでしょ、そしたら公道を走って帰るための車検があるんです、レースに出るためじゃなしに。でそれをクリアしないと帰らせてもらえないんです。だそういった意味ではものすごく手軽にできるところで、例えば我々スーパー GT の舞台でいろいろなパーツを開発したところで、それを試験車にそのまま直接使うことはできないんです。でその中で僕が今86レースにものすごく熱を入れてやってるのは何かというと、皆さんが乗られてる普段の車に直接いいものを届けられる環境がそこにあるということなんですね。でモータースポーツをメジャースポーツにする中で自分が考えているのは、皆さんの生活に溶け込むものに対して我々がきちっとしたアプローチができるか否かっていうところ。今までのモータースポーツってね、 GT で勝ちました、すごいでしょ、脇坂隆司です、イエーイってやってたってね、すごいなと思ってくれる人はすごいと思っていただけますけど、知らん人からしたら、ああそうなんですかとかですけど、皆さん例えば誰でも運転するでしょ、 E シートになってね、こうやって動くシートでね、例えば前に子供が飛び出してきてそれをかわせなかったのと、 E シートをつけれるのにこれはかわせますよって言ったら、そのシート選びたになりますわね。でそういうような開発ができるのが86レースで、レカロとして世界で初めてレーシングチームを作って自分のところで参戦するのに86レースを選んだっていうところもそういうところなんですよ。だからレースってね、まだまだやっぱりなんだろう、レースに出た人の道楽とかうんぬんとかっていう感覚はあるかもしれませんけど、僕なんかちょっと着替えましたけど、先ほどまでトヨタガズレーシングの服を着てアンバサダーやってますけど、トヨタガズレーシングもレースするというのも、皆さんが乗られる車をもっといい車にするためのレース活動なんですね、うん、だそういった意味ではこうやってトヨタもそうですけど、レカロも世界の本物とされるところは
お遊びじゃなしに全て自分の本当にやってる商品に対してお客様の笑顔を見たくやってるレースなんです。そういった意味ではこのレースをね、はい、選ばれたレカロっていうのはそういった意味で本物かなと思います。これ一つ間違えるとね、レカロなんでブランドイメージがあるからやっぱスーパー GT にドンと出ていけとかね、その方がねやっぱり広告宣伝とかね費用対効果ね露出の量出ますけど、やっぱりねこれをねジグッと選ばれたっていうのはレカロがレカロたるゆえんなのかなって思いました。はい、はい、そしてこれからね続けていくというね何年か先も見ていると大変やな続けていくのはなそうです、ね、大変ですか、何事もそうじゃないですか続けるって大変ですよ、はい、まあでもなんかその中にやっぱりいろんな発見とか、うん、やっぱりその単発だと気づかないことがだんだんこう乗っていくことによってあれっていう部分だったり、もちろんそのシート自体の耐久性だったり、やっぱりもっともっとその追求したいところってあると思うんですよ、はい、だそういう意味ではそのこのレースを通じてモータースポーツを通じて少しでもやっぱ長くやることによって皆さんにそれをフィードバックできればいいと思いますし、僕らその中でもやっぱりそのシートを付け替えての性能違いだったり、まあ、今回本当に小暮君が入ったことによって、はい、まあ、宇宙人的な多分いろんな宇宙人的な、はい、感想なりを言ってくれると思うんで、そういうのもみんなのね意見を取り入れながらちょっと新しいものを作り上げていければいいなと思ってます。コータでしょ、はい、佐々木コータ選手でしょ、うん、で井口拓人選手でしょ、はい、で小暮選手が入ってここに田中のてっちゃんも入ってくるわけでしょ。そうなんです。あの大先輩が入ってくるわけでしょこれはねもうすごく楽しみで濃いし同じようなコメントしても多分表現方法がそれぞれ全く違うと思うのね、はい、だからそのコメントを、ね、聞くのが、ね、楽しみですね僕的には。そうですか。すでに今日ですね1回目のトークショーで4人登場いただいて、そうですか、お話いただいたんですが、表現方法が全然違いました。だいぶ違いますね。やっぱ個性がすごい出てて、やっぱりちゃんとこう個性を選んでるなっていう感じはしましたよね。個性しかなかったでしょいやいや田中のてちゃんは質問に対してちゃんと答えてましたですか。あ、はい、全然違う方向に行ってそんなことなかったですか。そうですね、はい、答えてくださってました。その方向は大先輩なんですよ。そうですよね、大先輩なんですけど僕の質問に答えずずっとね喋りたいことを喋っておられるようなイメージしかなくて、予想以上に喋ってくださいましたね。そうですよね、長く、はいはい、関西から出てこられたんですね今日東京の方に今いらっしゃいますよ、まだ後ろにいます。じゃあ、まあ、この話はこの辺でありがとうございます、はいはい、ということでかなりですねその個性豊かなメンバーがですね、はい、レカロレーシングチーム2年目になりますけれども戦っていきます、はい、で引き続き脇坂選手にはもうプロデューサーという形で関わっていただけますでしょうか。はい、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。いやいやもう本当にねレーシングドライバーとして長く変わらずサポートいただける、でそれがもう本物のメーカーっていうのはねもう本当にありがたいことです。レースの世界ってねやっぱりね成績っていうものがあります。でねたまたまいい車を手に入れてたまたまいいチームに行ってね1年2年数年ね成績出ることはでき結構あります。でも長くねその場に居続けるっていうのは本当に苦しい難しいことです。でそれをね支えていただける各ねサポーターの方々ファンの方々、僕なんか本当にねこんなこと言うとあれですけどねトヨタを何回もクビになりかけたことあるんですよ。それを守ったのがファンの存在であったりねファンの量であったり、あの人クビにしたらまたファンの人たちうるさいからとりあえず生かしとけみたいなね、内緒ですよ SNS ハッシュタグ脇坂11トヨタクビにそうになったところファンが守った、これ絶対やってはいけませんからね、そういうのいっぱいあるんですよ。だそういった意味ではねもう本当にもう2002年の前口さん僕が一番最初にこれ言ったシート何十シートですか。 SDP っていうシートに巡り合ってねもうこれ言ったんです。もう本当にねあのシートの出会いから今まで2020年でしょ、はい、レカノのこんなステージにおらせてもらえて本当に感謝したいと思いますので、うん、もうしっかりプロデューサー業をねやっていきたいなと思います。でまあねこういう個性の塊がたくさんいてね、だって今ねお客さんたくさんおられますけど皆さん座り方それぞれ違うんですよ。
そういった意味ではね、こういうたくさんのドライバーとともにね、シートを作っていくっていうことがですね、皆さんに本当にマッチするシートができると思いますので、楽しみにしていってください。はい、次またね、はい、どんなシートができるんだろう、来年のここのブースにはまた違うシートが並んでるかもしれないし、ひょっとしたら治療院、この辺に治療院でね、1時間座ってたら腰痛治りますいうやつ、ね、それができたら俺ね、通販でねジャパネット高田でやりたいね、はい、でもね、レカロ的には絶対あかんね、はい、でもね、目指してるのはそこなんですよ、うんうん、それ腰痛とか治療院って言葉はあんま使わないですけど、だから腰痛とか治療院をちょっと、はい、あの英語表記にしよう。そうですね、なんか考えてもらっていいですか、うん、ジュイさんかっこいいやつ。そうやね、フランス語ぐらいにしといたらもう何のこっちゃ分からない、はい、そうそうそう、あでもドイツ語にしとこうか、レカロやね、やそうですね、うん、でもバレるかもしれない、それだと、ね、はい、我々が作って、でも本当にそこを目指してるシートを作りたいっていうのは、うん、ずっとあの開発その人は言われてるんで、いや人々を豊かにしたいの。あそうですね、うん、だから腰痛で困ってる人、うんね、車の運転、ね、あの車乗りたいけどシートが合わない人、そういう人たちを笑顔にするための商品を作って、ね、ビジネスで、ね、お金儲けするためにやるものじゃなく、人々を笑顔にして、その結果ね、あのお金がついてきて、でそれが長く商品開発につながってるっていうのが、こういう長く続くブランドのやっぱ強みで、存在 の、ね、あのありうるゆえんなんで、それをやっぱりレカロレーシング、こちらとしてもね、はい、そのレカロに手助けできるように精一杯頑張りたいなと思います。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、今年も本当によろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあちょっとあの最後になりますけれども、はい、あの今年のですね、ぜひ脇坂選手抱負と、あと応援してくださる皆さんへのメッセージも最後にまたいただけますか。はい、あの、はい、もう今年もですね、全開でモータースポーツ盛り上げていきたいと思います。僕がやりたいのはですね、モータースポーツをメジャースポーツにすることです。ね、やっぱり僕がやっぱ長年ここまで来らせていただくに対してもね、大変たくさんの方々に世話になってます。もう若い時の僕のことを知っておられる方なんて分かると思いますけど、まあ自分勝手で好き放題やりまくって、それでもそこで生かされたっていうのは、それを守ってくれる人たちがたくさんいたんですね。でそういう方々に対して、もちろんありがとうございましたって言葉では言ってますけど、モータースポーツメジャースポーツにしたら、その方々がその業界で生き続け頑張ってたら、その方々に絶対恩恵は返っていくんです。それをですね、僕は意地としてですね、やりたいと思いますし、今トヨタとしてもね、トヨタガズレーシング、あの豊田章男社長の大改革の真っ只中です。皆さんがですね、乗って笑顔になる車を作ることによって、皆さんは笑顔を作りたいっていうこともありますし、トヨタ自動車を成り立たすことによってですね、この国の未来をですね、作っていきたいと考えています。あの奈良ので田舎者がですね、レースと出会ってですね、レースしてるだけでですね、そんな壮大なねプロジェクトに関わりながら、ましてや人々を笑顔にできる、その一端をねできてる、まだレカロというようなね、こんなねもう世界的ブランドとともに、こういうプロデュース作業もやらせてもらえてるっていうのも感謝してます。だからもう目いっぱい今年もですね、モータースポーツ車好きの方々に喜んでいただきながら、モータースポーツファンを熱くし、またねこれから未来のためにね、若手をどん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 育てていきながら、そういう環境を作っていきたいと思いますので、応援いただきたいなと思います。あとですね、あの座っている方々はですね、シートを買っていただいて、あれですよ、あの車だけにつけるだけでも、あのだけじゃございませんので、僕 の、 あのビジネスデスクのシートもレカロでございますので、下にコマがついてるやつもありましてですね、この間ね、ちょっとちょっといい、はい、もちろんです、ちょっといい、この間あのダウンタウンの浜田さんがね、番組でディーゼルって知ってる、このジーンズのこのディーゼルって、はい、ディーゼルの金本会長って僕知り合いなんですけど、そこの取材に行かれて、金本会長がレカロのシート座られてたんです。で金本会長に、さすがこんなレカロのシートだなって浜田さんが突っ込んだんです。これ11からもらいましたって言った番組中にですね、浜田さんが俺には送ってこへん言われたんで、僕そのままレカロさんにお願いしてシートをいただきましてですね、購入させていただいて浜田さんにお送りしたところ、浜田さんから番組出演のオファーをいただきまして浜田さんもレカロのシートを座っているということを、それと最後に皆さんにもですね、お伝えしたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、脇坂純一選手、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、そして佐々木浩太選手、お願いいたします。はい、あの僕もあの奈良出身の田舎門というところが、三重県出身の田舎門というところ、ちょっと待って、奈良と三重と三重の人奈良と三重と一緒にするなよ。いや結構いい勝負だと思ってます。いい勝負やなそれ以外以下同分って言いたいところなんですが、はい、僕にはまあそういうすごい武勇伝はないんですけど、あのまあモータースポーツをそう好きというか愛してる、それからいろんな人に僕は体験していきたい
いただきたいと思ってて、まあ、コータレーシングっていうのを作ってやってる、まあ、これもそうだよね。そうですね。それはやっぱりそのちょっとでもこの仕切りがねなんか高そうな部分を僕は少しでも下げて、さっき獣医さんも言ったようにこの車は本当にナンバー付きで誰でも乗れる車だから、少しでもそう趣味でねレースをやる人みたいな人に僕はサポートしながら、そのやっぱりそこにつける部品では何が一番大事かっていう中では、やっぱりレカロをもう自信持って押していけると思いますし、まあそういうふうにはどんどん幅を広げるようなね活動をしながらレースでもしっかりと結果を出して獣医さんのお尻を見ずに済むように前に行きたいっていうできればもうそれ願望として、はい、やってますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやもう本当にですね、あの本日の最後のトークショーになりましたけれども、あのすごく素敵なトークショーをありがとうございます。素敵でした、本当に素敵でした。すいません、はい、ね皆さん最高でしたよね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください、あの人とあの人は拍手してない褒められて伸びるタイプです我々てかね、さっき寝てる人いましたよ本当に。ようやく起きていただいて、いやだから寝てはるのはな、うん、いいことで、違う違う、我々のトークがあかんから寝てはんのか、レカロのシートが良すぎて寝てんのか、シートに決まってるじゃない、このステージだけはよう分からへんねんシートに決まってるじゃない、うん、シートが言えるからやね、はい、ね、ですよね、間違いない、よかったよかった、はい、改めましてでは、はい、皆さんちょっと名残惜しいと思うんですけれども、はい、はい、改めましてご紹介させていただきます、まずは脇坂十一選手、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。オートサロン続きますのでもっと楽しんでください、ありがとうございました。そして佐々木浩太選手、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。お二方ありがとうございました。